いや今日そうですねなんか夕うべになんか夕べもあの寝る前にすごいなんか言い合いであったんですよ話の今の話のほ<う>すごく言い合いであったんですよ。であの、まあ、寝る前だったからすごい疲れて寝たんですけどどうしても起きてから今までもうずっと、うんうん もうどうしても忘れちゃったの、ね、忘れちゃったちょっと,ちょっと忘れさっちゃいました <laughs> <laughs> もうもう来ないよ来ない <laughs> そう、まあ、そういうことありますけどねなんか半分夢、ね、半分現実みたいなそう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 ,そうまあそうまあ悔しいけどな 特になんかそういつもなんか一番いいアイディアと思ってることを忘れちゃう忘れちゃい忘れちゃう気がしますねなんだろうその悪いアイディアはあんまり忘れない気がするあ、ね、あそう確かにね、うん、なんかだからよくあよくあ時々ありますよなんかそのなんか半分夢だからなんかちょっとああじゃあこれ今日 かった、じゃあ明日やろうかなみたいな思ってて寝ながらねでそれで起きたときに何だったっけってそう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 んかアイデアアイディアがあったなっていうのを覚えてるんですよんでそれだけ何だったっけって思い出せないあるあるそういうのあるそう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 だけそう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 のうそ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 そうそうそあそそうそうそそうう 終わった瞬間にまた思い出すかもしれないけど。だ、まあ、みたいなね。そう。だったら、まあ、ちゃんと記録はどっかにすると思うけど。そう。<laughs> そう、もう,そう、だから私うだから。こういうなんか小さい紙を用意していて常に。で、<う>ちょっとここになんか書くみたいな。へ<ー>次何をしようっていうのを考えたりとかするんですけど。い,ね、いや、僕もそうしようかな。 そう,なんかそう、だからなんかでも本当は気持ち悪い気持ち悪いですよね。なんかその何だったっけって忘れちゃってこう思い出せないみたいな。これだからこんなに紙があるっていうね。すごい。あのこんなに紙がもう置いてあるからもう上見れないけどめちゃくちゃ分厚い。<laughs> そうだからもう、もう言わないら <laughs> いい、ね、ない紙がまあたくさんあって昔ね、その学校で働いてる時に。で、それをまあ切って。 うん、で自分で切ってそれをなんか小さい紙にして、うん、あのここに置いてあってでそのペンとかあるからその思いついた時にもうだからこんなんばっかですよこんなんばっかですよこんな小さい紙にちょろちょろちょろっともう全部だから<ー>全部その出てきたアイデア全部書いといて<う> <laughs> すぐ忘れちゃうっていうか <laughs> 覚えきれないんんですよねまう、うん、まあ無理だもんね結構アイディアとか出てきたらそう、うん、あれ何だったっけと思ってそう。 でもなんか紙よりアプリ使った方がいいんじゃないですか <laughs> アプリだとなんか,なんかねアプリもだからそれでものすごくいいアイディアが出た時に、うん、そのアプリの方に移したりとかそのメモアプリみたいなのにその打ち込んだりするんですけど<へ>この指の動きとこっちの手の動きだと手のがなんか このなんか、つながってる、つながってますね。はい、まあそうですね。そうそうそう。だから、メモアプリも使うんだけど、打ってるときに忘れちゃうんですよ。あ、分かる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 。なんか、まあ、アプリを開こうとしてるところに、忘れちゃうところ、はい、それは最悪。それは一番最悪かもそれはもう、分かってたのにはあ、じゃあ、あの、もう手で書いて、あの、毎週、なんかそれをアプリに移行したらいいんじゃない <laughs> そうだからもう最近はもうこの紙に書くじゃないですかこの小さい紙に書いてもうどうしても、うん、<laughs> あのうこれはすこれはもうものすごいアイディアだと思ったらもう写真撮っちゃいますね <laughs> おおおもうアプリでその打つことすらもめんどくさいっていうか いいやと思ってもう写真撮っちゃえと思ってまあ同じもんねどっかにそうでそこでなんかもう最近なんか、うん、あの直接こう書けるじゃないですか丸を書いたりとか矢印とか書いたりとかするからそれでまあいいかなと思ってでなんかたまにだからなくしちゃうんですよねなんかこういう紙とかがあれどこ行ったの <laughs> やや <laughs> <laughs> やばばばいやばいそれやばい、ね、それがないのやばいよって思ってなくしちゃった紙もまあ,あったんですけどいくつかねで全部書き直したり結局書き直したんだけどね<ー>それへえそうなの<う>覚,覚えましたなんか覚えてるその内容なな7割ぐらい覚えてたからそれを思い出しながら書いて<ー>で新しいアイディアそれ付け足して<い>あこれで OK ー 自分でこう納得させてねやってるんですけど<ー>まあだからまあ完全にこれ思いつきで話してることですからね私たちそうですねもうあの、うん、本当にその始める直前に決めるトピックが決めるから決められるのでそうそうだからまあねなんか 台本とかあるんじゃないのっていう人もまあ時々いるんですけどないですかね普通に話してるだけですからそうなんか逆になんかこういうこういう話を台本で話してる人みたいみたいなんかもう他のポッドキャスト台本あるポッドキャスト聞いたらなんか結構流れがそのなんだろう乗りがち違う気がそうだからこれ例えばそのなんか 文字に起こしてくださいって言われたら、私嫌だって言いますよ。うん、なんかもう、うん、話がもう飛びすぎてて、いろんなところに飛びすぎてて、もう、出して出す人たちってっていうのがあが<う>一番いいと。まあ、そのなんか他のケーストまあ、そもそも線路がないからね。そうそう。まあ、なんかちゃんとしたなんか計画のポッドキャストは、まあ、台本はあってもいいと思うんですけど。 こういうなんか話のなんか会話を中心にしたポッドキャストは多分台本あったらもう意味ない <laughs> そう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 それでだからあのいやでもそしたらでもじゃあアレックスさんって何ですかみたいなあのその場でだからああいう答え方してるんですかみたいないやそうなんじゃないですかみたいな私もだから別にアレックスじゃないか私アレックスじゃないか知らないけど多分そうなんじゃないですかって普通に会話をしてるだけですよって言って別にそのでも早いですよねみたいな 反応早いですよね、うんまあ。だから日本語が分かるってそういう話ですよ <laughs> まあそうですね。<laughs> そ,うそうですね。まあ。だからなんか理解できない人もいるみたいで、でも<ー>アレックさんってカナダ人ですよねみたいな、そうだよみたいな、だからなんですかみたいな、いやでも <laughs> そしたらあの英語って考えてるっていうことじゃないんですかみたいな人もいるから、ああ、ないよって ははい、はい、そうですね、それは一番、たぶん学習者として一番高いハードルはそれ,それですね、やっぱり。まあそれなんか、そのハードルをあの、まあ、飛ぶ前に飛ぶって、もう信じられないことかもしれないですね、まあ僕もそうだったから、そのなんかいつも英語に変換したり。 あの、考えたりして。<あ>してたのいや、もちろん、もちろん,んです昔 <laughs>。昔は。そうそうそう。それは、なんか、あ、日本語で考えるようになったらもう、もう無理じゃん。もう、うん、もう無理と思って、もうそういうことは、もう不可能と思って、あの、今、今、この場でできてるっていうことは、まあ、前の自分にそれを、 なんか見せたいっていうか、うん、それあのうい、ん、う、この調子で頑張ったらこうなれるっていうのも伝えたいなと思うんですよね。結構、そういうハードルが一番高いからね。やっぱそうだから、なんか、うん、2> 第二段階、第三段階みたいな感じだと思うんですよ。やっぱ最初は母国語じゃないから で考えちゃゃうじゃないですかもうすでにあこれこういう意味だなみたいな感じで考えちゃうから、はいまあ、よくわかるんだけどでも時々そうコメントとかに載るじゃないですかなんかこうあのえでもこれってこれじゃないのみたいな英語のこれが日本語のこれだよねみたいな話をする人がいて、うんうん、いや いや、そうではないと思いますよって言って、うんそ,ね、それはまあ一つの言い方としてあるけど別にも別のやり方もあるからって言って、うん、そう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 まあまあ普通にあのまあ初めは本当にゼロから始めてる感じですよねまあちょっとだけそういうなんか英語の、うん、あのー、まあたすた手助けは <laughs> あるんですけど最後にちゃんと底上げしてちゃんとゼロから上げないと何もできない頼りすごく制限されちゃうじゃないですか訳しちゃうとだからでもしか使えないみたいなでもとけどの違いって何ですかみたいな一緒だよって 一緒だよ、役割としては一緒だよって、使える場面がちょっと違うだけで、じゃしかしって何ですかって、うんうん、いや、だからそれもだから同じだかってば、<laughs> 役割としては同じだから、しかしながらって何ですかみたいな、だからそれも役割は同じだからって、その逆説を問う話でって言って、うん、であのそうだよって。 で、なんで日本語ってそんなにたくさんあるのって言って、いや、英語も結構あると思うよ。英語も結構あると思うよって言って、そ,<う>それで、ああ、ああそうだねみたいな、そこで気づくみたいな。まあ気づかない人もいるんですけどね。そう,うんうん、そうですね。まあ、その最,そそれ最初のステップで、うん、<laughs> 本当にその自分の 言語が難しいっていうことをと自覚してじゃあそれだと日本語もなんかそういう同じようなうまあ問題っていうか、うん、もうそういうハードルがあるっていうを気づいてからそうそうだからなんか、まあ、はい日本語はさ日本語だから英語の別バージョンじゃないよっていうそのなんか気づきまずそうそうまあそれは難しいとはもう 経験で分かってるから、それで、うん、まあ、みんな多分。そうそう。うん、でもそれを、なんか、それがあり、ありえないと思ったら、もう多分、上手になれないと思うんだよね。そう。なんか、それ本当に認めないといけない。うん。うん、だから、なんか、そう、そんだから、英語、 が、母国語の人が日本語を学ぶときによくありがちなのが、なんか、私はと、私はをすごく使う。私は、私は、私は、すごい言うと、あなたは、あなたは、あなたは、うん、っていうのと、うん、で、思いますをめちゃめちゃよく使う。う何々と思います、何々と思います、何々と思いますって言わなくていいからって、別に。そう、だから文章の形っていうか、文章の作り、だから日本人が英語を話すときに、 はい、日本語っぽい英語になっちゃうのと同じ現象でそうですねそうねそう,、はい、うんなんか「maybe」とかはいつも言ってるとか <laughs> それが一番だと思うんですよ <laughs> そうだからそのなんか最初のその段階、はい、その<お>が自分が勉強しよう と思ってる言葉を自分の母国語に全部変換して、その思い無理に当てはめて考えようとするから、いろいろと面倒くさいことになるっていうか、なんかこう、イン,インって何みたいな。インえ英語のイン,インそう、英語のインって何みたいな <laughs> 話しなった時に、いや、それね、インって何って言われるとちょっと答えづらいみたいな。い<や>でも、まあ、インってだから、 中ってことじゃなないいのみたいなまあそう,そうじゃあそうなんだけど <laughs> まあでもそれだけじゃないっていうかまあ状況によって必ずしもそうではないっていうのが<や>あってうそうまあそのななんだろうそのまあ「あ」と「ざ」みたいな「あ」って何そう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 言,言われたらわからんし <laughs> そうだからなんかこれはこれっていうその絶対のさあの、はい 1>, 1対1じゃないじゃないですか。そう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 。それはでもどの言語にも言えることで似てる言葉っていうか同じような言葉同じその語源って、うん、語,源語族かそのだからスペイン語とかフランス語とかその元々のそのあのグループが同じ言語だったら、うん、まあ同じような言葉が同じような状況で使われるっていうのはあるんだけど、うんはい、それでもちょっと違うじゃないですかニュアンスが。そう そう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 ,そう,うんだからそこを無視しちゃいけないっていうことにまず気づかないといけないから第一段階としてねそうですね <laughs> そのある程度その、まあ、使えるその言葉が増えてきてからだと思うんですけどそれはそうですねまあそうまあまあやっぱりその言語を勉強することはまず、うん、な,なんだろう自分との なんし心理的な戦いっていうか、<laughs> なんか本当にその、今までもう当たり前と思ってたことを、そう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 、うゼロにして、そ<う>初めから、楽 <laughs> しるうそうだからなんかこう、うん、サッカーを遊びますみたいな。はいはいはい、うんうん。でも、<う>日本語ではサッカーはまあ、まあ、遊ばないんですよ。そうそう、まあ、そ,うそうですね <laughs> そう。サッカー遊ばないから、<laughs> あのサッカーするんですよ。 うんんすするんですねサッカーで遊ぶことはできるんですよ。<laughs> そうですね。うん、じ,ゃじゃあその「で」って何みたいな。だからさ、そこはもういいんだよって。そう、なんかそういう人がすごくいて、なんかこの「私は月曜日にて、うんが?」みたいな、なんかそこで止まっちゃうんですよ。はい,はい、はいうん、なんか どんな英語の単語だ <laughs> 当てはまれるみたいなうもう。もうだから言ってください。その文章を終わらせてくださいって。<laughs> ええうん、そのなんかき、昨日は母、母の誕生日でしたから、うん、母でに、うん、え、プレゼントが、うん、なんかそう、そのなんか、毎回そのなんか、言うときに、うんうん 止まっちゃうからいいよって別にそんな気にしてないからってそう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 こっちはお母さんプレゼントあげましたでも極端な話わかわかるから話はそ,う,そう,うんうんうんそうまあそれそれで始めてそれからまああの女子のそうあの使い方をまあ改善できると思うんで,すけどで絶対もうそれ100%にならないし、うん、日本人でも間違える人いるぐらいだからそうですねまあそのあの女子を使わない人結構 <い>るしそ,<う> <laughs> それは多分普通にカジュアルの話,、ね、話し方、うんはい、すごくこうなんかなんかそうか硬いっていうかそのちょっとなんか頭を柔らかくした方が分かりやすい時はあるっていうかう、ね、もうだからその文章に対して疑問を持たない、うん、もうそういうもの<ー>その文章はそういうものとして もう受け入れて諦めるしかないまあ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 そうですねまあた多分疑問あった方がいいと思うすこういう場面こういう場面でこういう言い方をするもうなんかまあそ,のこ,そこのそこの疑問はいい。 でだんだん,なんか2の使い方みたいなのをそのいくつか覚えてきたその文章の中で、うん、あこういう時に2って使うんだろうなってなんか自分の中でこう納得するっていうかそうですねそうですねそうだからうまいことそのだからやらないとっていうだから最近何か気づいたんですよね私はそこ,そこにそういう人結構多いなって思って、うん、ああまあ書く文章いちいちか分析しないと そうやっぱ母国語ごとにやっぱ覚え方がちょっと違うからそのアジア人の子たちとそのヨーロッパ系の子たちっていうのはやっぱ考え方が違うだからフランス語とかイタリア語とかもともとの言葉が似てる場合は「はい、新しい言葉勉強しました」って言っても結構似てるから大体意味通じちゃうじゃないですか。うそうですね確かに <laughs> 日本語ではそれは無理なのでどうやっても。 だからそういうのを話を時々してでもアレックさん英語で考えてるのにこんなに速いんですかみたいな反応速度みたいないや考えてないから速いんだと思いますよって言ってだから<う>日本語で言われたことを日本語で処理して日本語で考えてるから速いのであってそれを例えば日本語で言われたことを 英語に直して、うん、英語で考えてそれを日本語に直してたら当然遅いよねっていう話でそうですねまああの多分のこのポッドキャストで結構反応が遅かったら多分それをやっちゃってるかもしれないですね、うん、なんかそのなんかあんまり聞いたことないあん<ー>、まあ、まり話したことない内容が急に出てきて、うん え、なんだろうなんだろうなんかちょ、無理無理無理って、英語にしようみたいな。なんか、たまに多分、あの、まあ、よく。そういうことね。まあ、それか、あの、逆に、いや、多分、違うか。あまりなんか、そこまで認識してないから、あれなんですけど、その、多分、英語にし,しなす、英語にしなさすぎて、あの、日本語で考え、いつも日本語で考えしようとして、やっぱわからない。 っていうなんか、そういうなんか、ちょっとだけ、あのー、そういう。なんか、全然、分かれない期間があって。で、それから。じゃ、英語でな、なな、そんな言葉なんだっけみたいな、なんか、それ、をなんか、英語にしようとして、なんか。それで、なんか、ちょっと。あの、結構、時間がかかっちゃうっていう。なんだろう。うん、そういう時、まだあるんですか、うん、そういう時。まあ、それは当然に。あの、あんまり、まあ、それ。あ、不慣れな。あの。状況。に、たまにありますね。 だから本当あれだよね、うん、あの経験値の話ですよねそう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 そ,うそれ,そ,れその子供とかと一緒ですよねそれ例えばその、うん、日本人の子供が大人の日本語がわからないのと同じうんでまあそのそれは英語もそうですけどねそのそね、うん、子供がだからね普通の英語わからないっていうかそのなんかニュースの英語とかわからないけど大人はわかるっていうそのだから そそそそそそうそううううう、情報量の,差その通り、うんそう、だからまあたまあな,なんだろう大学に行った時とかにあの、うん、その教授が何か言,言われてもちろんあの、そのその場に急に分かるわけがないみたいなそのそうそうで、それをち,ょちゃんとなんだろうあのー、ああんだっけその言葉言いたかったああまあちゃんと組み砕えて あの考えて、うん、あのなんだろう。解釈してね、自分で。解釈、解釈、解釈。いや解釈、いや解,釈解釈。解釈理解,理解し理解,解釈して。そう。あなんか、いた方、断って、その、噛むと同じような、する。咀嚼。咀嚼か、<laughs> 咀嚼か。咀嚼痛方。<laughs> 咀嚼して、うん、<laughs> あの、あの、 まあ英語のネイトルなのに、それをしないといけない場面もあるっていうのは当然だから、日本語がネイトルではない人はあ、ね。あ,あ,るあ,るあ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 る、そういうのは。そう。はいうん、でも多分その全てはその、もうアレックスさんのその最初の言葉に集約されてると思うんですけど、それがありえないっていうか、それがもうできないとか、非現実的なものだって思ってたら多分それは一生できないと思う。そうですね。まあそういうある程度 <laughs>、あの、それが、 必然的にはなる。なんかこの調子で頑張って、うん、必然的にはだ,<う>だんだんなるから、そ,<う>それそのプロセスを信じてやっていけばいい。そうそう。で,ね、で、あ、そう、それでなんか、あの、まあ、インスタグラムでなんか、できるって信じれば、何度だってできるようになるみたいなことを出したんですよ、インスタグラムでね、はいはい、私。うん、で、そしたら、まあ、まあ、あの、 有名なコメント欄があるんですけどコメント欄に何かいやでもできないからみたいなだからそれがその投稿の意味なんですよ意味,意味,意味そうそうそう,そうだからそこのコメント欄でその完成されるんですよその,あの投稿が <laughs> でしょってだからできないって自分で言ってるからできないんですよっていう話をしてるの、うん、この投稿はそうそうそう,そう、うん だから、できると思うから考えるわけであって、そ,そもそもできないって思ってるから何にも考えないからできないんでしょっていう、それをだから証明してるんで、このコメントはっていう、その一連の流れ完成したも,うもう絞り込みみたいな <laughs>。すごいよねって。すごいって。それはいや、もう、できないって言ったらまあ、うん、そう。そうだよね。<laughs> できない。だから、<laughs> いい意味の思い込みっていうか、うん、なんていうか、こう別に、 ね自分ができるって思うのは自由じゃないですかうんそうですねだから別にアレックスさんに対してなんか「あそれできないよアレックスさん無理だよ」言ったところで別にアレックスさんがそう思う必要はなくてうん、うん、いやうで,す、ね、でもあ私は別にできると思いますよみたいな感じ一人でやってできたならそれでいいじゃないですかそうですねそうですねだからなんかそういうのがあってなんか人ってすごいなって思いましたよ うーんなんか、ちょっと、ちょっとのその考え方っていうか、ちょっとしたこの意識の違いで、はいはい、そのものの見方がちょっと変わってくるんですよね。うん、そう、まあ、それが一番大事だと思いますね。まあ、その、もう無理だと思います、ね、なんか、その逆に、そういうちょっとネ,ネガティブな思考、うん、あの、まあ、あのせ、せいああのまあ、その考え方で勉強したら、そう。 何にもならならいいと思いますねもうそういうモチベーションが出ないと思いますね、そ,<う>そもそも。無理だよね、自分でそれ潰しちゃって、るっていうか、うん、なんかこう、あ、これもだめ、あ、これもだめ、あ、これもだめってなってたら、<う>もちろん、自分の中でなんか認識がさ、だめ<う>って、いう認識だけが強くなっていったら、やろうっていう、意欲も出てこないじゃないですか、うん、そしたら、どうせだめだよ、やる前からだめだと思っちゃうから。そう、うん。 そうじゃなくて<ー>じゃああちょっとミスったなじゃあ次だな、うん、みたいなそうそうま次はできるでしょみたいな次これしないようにしようってお気をつけようってなんかこうあまあまあうまくいったなみたいな <laughs> なんかそう,そう自分の中でこうちょっとそれを肯定的に捉えてもうサッカーとかで一緒ですよだから。 ああまあまあ何でもそういう,そう,いう何かのスキルを身につけることに対して同じだと思います、ね。そうそうそうなんか転んじゃったから転ばないように次はしようって思ったりとかあそこのステップは多分あそこで右に行くより左に行くの方がよかったなってこう自分で考えて次に生かしていけばいい話であってでもそれはできるって思ってるからその次のステップも考えられる話で。 そうなんかあの毎回何かをもうステップしようとしてもちょっとためらったらもう何もならないからそうだからなんかそれでなんか損してるなっていう人は結構いるしなんかそれを別に諦めるな諦めるでそれはそれでいいと思うんですよ。うんその分別のやりたいこと探せばいいししたいこともすればいいと思うんですけどその諦めたのを 誰かのせいにしたりとか、何かのせいにしたり、うん、自分何もしてないのになんか環境が悪いとか、よくあるんですよくあるのが、うんあ、日本にいるから英語できるようにならないんだよみたいな。あ、まあ、それはもう自分で <laughs> 経験で分かるから、そ,<う>それではない。学校, <laughs> 学校の先生が悪いから英語できないんだよとか、うん、あの子が私の英語を笑うから私は英語が伸びないんだよとか、なんか自分の,その責任を、うん 否定して人のせいにするう,すうーんよくありますね。だから、うん、そのなんかネガティブな感じがすごく広がっていくと、結局そういう考え方しかできないのかなって思ってきて、まあでね、でだんだんそれが社会のせいになっていく。私はお金がないから英語が勉強できないみたいな。ーはいはいはい、うーん、そうですね。いや、なくてもできるだろうって。<laughs> そう。だから ななないいらでそうそれをまあ自分のなんだろうまあそれはそのなんかなんだろう自分のあ何言いたいか工夫をして <laughs> そこでそ<う>ちょっと考え方をちょっと工夫をして、ね、例えばだから、うん、まあお,お金がないからちょっとあじゃあこういう勉強の方法があるなとか自分でそこは調べて。うん やらないといけないのにそこで諦めちゃう,うんだから最近よく思うのは多分お金がないっていう人にお金をあげても多分勉強しないと思うそうですねそしたら時間がないって言い出して「<laughs> あじゃあ時間どうぞ」ってで時間時間あげたら頭が痛いとか謎の言い訳をし始めると思うので今日じゃないみたいなうんそうで結局なんかそれを言い訳にしてるだけでその次にも言い訳がもうあるんですよ 結局だからやりたくないっていうことなんでしょうねそういう人ってう、ね、言うだけでそうまあそのなんだろう今お金がないから待つよりも今金がないから、うん、じゃあとりあえずこうするみたいなそういうなんか<う>結構そういう肯定的な行動をとって、うん、から自分で考えてやらないとっていうのもあるし、えー、なんか比べちゃう人、うん、なんか私あの人みたいになれないみたいな、うん、まあそれは無理でしょうって 別の人なんだからって、うん、<laughs> まあそうですね、そもそも。はい、<laughs> <laughs> でね、でもね、だって、ああ、この人、すごく本が好きだけど、私は好きじゃない。うん、だから違う人だから、しょうがないそれは。それで、ね、まるまるその人のやり方をコピーするんじゃなくて、自分で考えてどう、うん、何が自分にとって一番いいのかを考えて、それで動くのがいいんじゃないのっていう話で。うん あ,あでも先生何をするか教えてよみたいないやだからさって先生ってそういう仕事じゃないんだよって <laughs> うんそうだからなんかそこを勘違いしてる人がいてもだからそれでそういう人たちって大体あ,あでも先生がそう言ってやったから私これやったのに全然うまくいかないんだけどみたいな結局だから最初からそれを使ってうまくいかなかった時の言い訳にしたいみたいな人がいるから <laughs>、うん、なんか悲しいなーってうんまあ 多分そんな考え方はそもそもあの,、うん、あの言語勉強にいってないな。だから多分そういう、ね、そう、何を、何かをするにしてもね、なんかすぐその簡単な方向に行きすぎてるっていうか、うん、こう、YouTube でもあるじゃないですか。うん、フランス語を3日間でマスターするみたいな。<laughs> はい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 。そう。はって、できるわけないじゃん、<laughs> そうなのって。 <laughs> そう結構ありますねそういうの、はいのなんかそうやってさ再生数稼ぎでまあそうですねやってるやつ日本語でもあるんだけどなんか寝てる間に日本語勉強みたいな「<ー>無理だってそれは」<laughs> まあ「起きてないと無理だよ」って <laughs> 逆にそれね<う>睡眠妨害してるからねって。 まあそした確かに逆にその起きてる間の効率が下げたそうだけです、ね、だからなんでそんな楽な方楽な方に行くのかなって思って自分の夢なのに、うん、なんで楽をしようとするのかなって<う>ショートカットとかないですからね基本的に。そうですね。まあみんなゼロから始めないといけないっていう事実はあるからまあなんだろう。あの今父親にあの ヘロートークを開いたんですよ。今。おおで、一番最初のタイムラインの投稿を見て、ちょっと面白いなと思いました。うん、その最近の、結構、あの、その、これはもう僕のゼロだからね。うん、始めたばっかりの頃なんで、結構面白いですよ。うん、あの、ま,あ、まさに、その前に言った、これは初めての投稿ですよ。 あのー、こんにちは、カナダ人です。<laughs> 私は日本語を新しい勉強します。ああ。そうそうそう。それは初めてのこと。ね、その英語の英語の元とが、英語のが。そうそう,そう見、見えますよね。見えますよね。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。ああ<ー>。面白いですよね。それ。で、であのー、そういう時代もあったんだね。そう、これが、あのー、 はあ、すごいな。これはほぼ、ほとんど4年に、まあ3年、4, 4年弱ぐらいですね。うん。すごい。そうですねでそ。次の、次のは、1ヶ月間、1ヶ月間日本に行くです。何が進めますかああ。 ちょっと進歩したね。ちょっと進歩したけど、<laughs> まだちょっと英語が見えてますね。そうで、次のは、あの、英語でノースカ l ライナに行きました。うん、すごくきれいでした。うん、どのアメリカの州に行きましたか<ー> <laughs> あー、そういうこと、ね、なありますかって行くべきだったんですけど、ね。ああ<ー>。そう。で、そうまあ、だからそうだろうね。う,うん。うん で、だんだんんそれ、進化してるのそうそうそうであのこれが多分あいつだったあ、これ3か月後なんですけど、うんうん、これちゃんとした文章があってこれがなんかあのー、なんだろうなんですあのその多分前の動画に行ったと思うんですけどその、うん、大学の時にあのー、東京東京の ロボット工学の会社から内定をもらいましたよ。ほ<う>で、あのい1年半ぐらい働くはずでしたよ。うんそのこれが、まあ、大学生、たぶ、ね、ん1回だけ行ったことあるかもしれないですけど、でそのめ、そのメールが来たについてちょっと話しててあの、今日は特別なメールを受けました。ロボット工学の会社は東京で仕事を くださりました。ほう。給与は多いじゃないです。<ー>です。でも考えます。仕事はあの2018年の6月から2019年の7月です。うん。ちょっとメールを受けましたね。メールを受けました。はいはい。うん、まさにだよね。だから。まあまあまあ、そうそうそう,そう、うん。そうだよね。<laughs> そうそうそう。 で、なんか、休養<ー>、休養は多いじゃないですが、です<ー>、です、コマ、でも考えます。ああ、そういうことね。うん、そ,うそうそうそう。でも、進歩はしてる。うん、面白いなと思いますね、こういうの。そう、面白いよね、こういうの。うん、私、だから、これ、これも勉強したんですよ、アメリカの学校で。そ,でその、なんか、分析。お<ー>その 何その第二言語習得論みたいなクラスがあってその時になんかあの見たんですねなんかこういうこ,うこういう文章を作りながら人はこう変わっていくんですよみたいな話があってあ、はいはい、そうなんだよなんかあるよねその進化の過程っていうかさだんだんこうなんかはい、はい、そのおたまじゃくしが。 ちょっとずつなんか手とか足とか生えてきてカエルになるみたいな <laughs> あのなんか流れそがその文章の中からも見えるんですよね。はあそうなんですか。うんだんだんちょっとこうやってる人はねやめちゃう人はそうじゃないけどずっとそのまま。まあ、考えない人何も考えない人はずっとそのままなんだけどあの考えてやってる人は最初のうちはもうそう思いっきりその母国語通りの 文章の作り方で日本語をそこになんか当てはめていくみたいな感じでそこからなんかだんだんあの気付くっていうかこっちの方が自然なんだみたいなので、うん、こうだからものすごい勢いで例えば日本語が話せるようになったりとか使いこなせるようになる人っていうのはそういう語が早い、うん、そうです、ねうん、その人から聞いたことなんか普通に話してるじゃないですかこうやって。 こうやって話してることをコピーする速度が速い。あそれがなんかそう、なんかまあ、コピー、コピーが一番ですよね、本当に。僕はまさにそれを結構メインでやった気がするんですけどね。ねう,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 うんうん。だから、なんか最近さ、その英語を勉強している人たちも、なんか、うん、あのー、フレンズとか、

考え,考えるっていうかそれを訳すんじゃなくてああこういう場面でこういう言い方をするんだみたいなそう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 そこの文章は、うん、怒ってる時に使う文章みたいな、うん、多分こういう意味なんだろうなっていうのが母国語で多分あるんだけどそ,<う>それを全部訳さないで、うん、ああ,あ,あそういうことかみたいなまあできるだけなんだろう多分一番 何だろう身につきやすい方法は、うん、何,か何かしらの自分の中の感情を直接何かの日本語の表現とつなぐこと、うん、でなんか例えばあの、まあ、何かすごいことを見てなんかきれ麗なんか景色を見てそれをなんか日本人の友達が「あ綺麗みたいな 言って、あ、そういうあそういうことかじゃあこれをか見て考えてこれ綺麗っていって、うん、言ったら合ってるん今の感情と合ってるうん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 、でそれそんかだんだんそう,いうあの、まあ、そうあう、ね、まあそれうん、そう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 ですねまそうそそう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 そそう 本当にそうまあでそれが多分その,あの日本語であのまあ考えることの一環だと思いますそう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 すごい小さいことからなんだけどだんだんちょっとずつあの英語で考えないでそれがあのこういう時こうやって言うよね日本語でっていうのがそれが増えてくるとだんだんそれがもう普通になってくるから意識的にこう英語で考えるのをやめようって思うんじゃなくて 日本,語で日本語だけで何とかなる場面が増えてくるっていう話で。で、それと、まあ、比例してこうちょっとずつ下がっていくってその英語の率が減っていくっていう話なんだけど、まあ、それが時間かかるから。結構かかります。まあ、そういう場面が<う>結構あるから、そういう人生の場面が。だからまあそういうところでね、まあ、ちょっと時間かかる。まあ、何をするにも時間かかるから、やっぱりそれは。そうですね まあ、それもゼロから始めるから、まあ。じゃあもしかして、あれじゃないの<然>この話したかったんじゃないの今日、何だったっけ昨日,昨日か一昨日かなんかに、チャック・ウィルソン,ルソンの動画をなんかシェアしたでしょ。素晴らしき仲間たちみたいな。なんか<ー>あの日本人の,その外国、日本にいる外国人がなんかものすごい,こういす日本語でしゃべってて。 でそれでなんかそこんな番組知らなかったみたいななんかこれもうあの自分の新しい目標ですみたいなことをツイートしてたじゃないですかあ,あ見ました,見,たああ見ましたお見てくれましたはあでそなんかもしかしてなんか今考えたらなんかまだどういう話したかったかちょっと覚えてないんですけど、うん、多分その動画に 関係はあると思いますね、うん、やっぱりそうあ覚えました新しい<で>新しい目標みたいなこと言ってたじゃないですかなんかあこれこうなれたらいいなみたいなことを言ってましたよ、ね、そう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 なんかまああのまあお,お手本はちゃんとあるっていう、うん、なんかまあその前に話したと思うんですけどそのそのまあけ最近上げたあ結構上手い人とか YouTube とか見 たりして、まあ、それは結局編集されたりするから、うん、それは本当にもう編集されない場合はどんな感じ全然わからないけど、うん、そうこういう動画もまさに編集されてない,いな、うん、あれねそう本当に何か一回でもカットはしなかったと思います、ね、普通にカメラの角度だけはカットされたからそ,<う>それを見てえなんかもう信じられなかったんですよ本当に、うん、あの で、なんか一人だけじゃなくて、みんなそういう。そう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 。もう競技、話し合いができて。そう。すっごいもう、感動して。あの、まあ、これは、僕のお手本には。なりましたね。あれね。はい。あれ、なんかチャック、チャックウィルソンだよね。チャックニコルソンじゃん、チャックウィルソンだよね。

そう女の子がそういうなんか,あそのなん,かなんだろう難しい言葉を使い上がって使っ使手みたいなまたまたなんかそういう話し,しちゃってみたいなそれ全部自然,う自然でそうそうそう割り込み方も自然じゃないですかその会話に対するそうそうでなんか、えー、その次見ましたなんかちょっとだけ英語で話したりしたんですよ その後ね。パート2は。パート 2, あ 2>, あート2見た、見た、見た、見た。見たなんかちょっとだけ英語で話して、うんで、急に誰かがちょっとだけ英語でしゃ,しゃべり始めて、みんなが英語でになっちゃったみたいな。<laughs> そういうなんかがりが面白かったですね。だからなんか、あれだよね。だからそこ、あれが目標、ああいうふうになりたいっていうことね。じゃあ、新しいその目標というか、新しいそのアレックスさんが目指すべきところは、ああいう感じってことね。 そうですね、まあそのはきはきと、そういうなんか結構自然な、うん、あの反応とか、はきはきと自分の意見を、ああの、うん、まあなんだろう、台本なしにいける、まあ、あのうん、言えるようになりたいなと思いましたね。まあ、それ、そこまでの難しい話題とか。をね。そうそうそう、そ,その場、たぶん僕はその場、あの,場あの場、あのー、シーンに入ってたら、あんまり、あの入る。<laughs> あの、たぶんなんだろう、割り込めないし、その、あんまり自分の意見を聞いてたからね。そ,そ,うそ,うそうそうそう、結構早く、あの <laughs> <laughs> みんな早くしゃ,べしゃべったし、その、なんだろう、うそこそ,その、その、レベルのまあ表現力とか、もう結構、まあ、あ、高かったし、まあ、そうそう。そう あれはだから、いや、でもいいんじゃないですか、もう、あの、これみたいなもんじゃないですか、このポッドキャストみたいなもんじゃないですか、基本的に。ね、なんか、そこ、ここになんかもう、あと2人か3人ぐらい、ね、うん、あのはな、日本語話す人読呼んできて、あの、やったら多分、<laughs> まあ、似たような感じになると思いますけどね、うん、それはそれで。まあ、そうですね、それはその、目標の、<laughs> まあ、なんだろう。 練習として理想ですよ。うん、理想系ですよ、それは。まそうですね。そうですね。まあできればいいなと思うんですけど、ね。だからあそこまでいったら本当すごいですよね。そのなんかもう、うん、何でもいけるわけじゃないですか。どんな話でもそ<う>同じ速度で話ができるっていう、うん。それなかなかない気がしますね。うん、うん。まあそのまあいつかね、多分母国語でもギリ <laughs> なな人がいいるじゃないですかそう,いうのってそうですね。まあ僕も英語でも気 <laughs> になところもあるし。<laughs> そうだから、ね、それをだからねさらにその第二言語第三言語でやるっていう話になった時はやっぱりだからあれだよねすごいまあ目標としては高いですけどまあ目指すと,ところとしてはまあいいと思いますけどね。うん。あれができたらね。そうそう。まあそれは多分。うん はあ、なんだろうまあもう結構日本に溶け込めないとちゃんとなんかまあな,なんだいやそういうそういうわけじゃなくてもう結構話す練習とそういう場合<お>あの場に練習しないといけないかもしれないですねなんかそのその人たちみんなトーク番組とかで多分いろいろ話 ああ、そうですインタビューとかで、でね、多分、そもそも英語も、それ、うんうん、それはできてる、できてるっていうこともあるし、多分僕も英語で、そこまで、はきやきと自分の意見を、完璧にそういう、うん、あの、そういうなんか日本語で話したと、ように、英語でできないかもしれないですね、そこも。まあ、それを近づく、あの、近づきたいだけなんで、そこまでなんか、あの、まあ、 面白いですけどね、本当になんか、まあ、考,える考えるだけでそういう人が存在してたって、存在存在してる、そういう。そう、あんな番組があるとは思ってもなかったですからね、うん、私も。昔なんかあれっぽい番組はあったんですよ。そのもっと、もっとなんかなんだここがん、ここが変だよ、日本人だっけなっていう番組があって、うん、なんかそれは、うん、日本 語ができるなんかいろんな国の人たちがなんかこうスタジオに集まってそのナイジェリア人とかケニア人とかアメリカ人とかカナダ人とかがなんかそのスタジオに集まってここが変だよ日本人みたいな話でなんか日本のちょっとなんか変だなって思うところをみんなで話すみたいなところでなんかもう時々そうだから喧嘩みたいになるんですよ会話が。 そうですかそう。お前はそうじゃないんだよみたいな話。<laughs> でもそれ全部日本語でやっててりり。ああ、はいはい。それすごいですね。うん、そう。なんから昔は結構そういう番組があったんじゃないかな。で、まあ自然となくなってたのかもしれないけど、面白い番組ではあったと思うんですけどね。うん。うんまあ、最近あんまり見ないですよね。うん、なんかそういうの。 そう,そうだねねねそういうういいのあんまりななです、ねうん、なぜだろう、ね、だろから結構厳しいみたいでしょなんかもうなんか言ってくる人が結構いるみたいでその文句っていうかその、うん、あれってどうなのみたいなのがあるみたいでそのクレーム処理に時間が割かれちゃうから、うん、もうだからいいんじゃないですかみたいなもう当たり障りのないことをちょろちょろっとやってみたいな。<laughs> 食べ物ばっそうだから全世界そんな感じかなってみんなちょっとクレーム処理がもう追いつかないっていうかもうものすごい小さいことでも大きい話になっちゃうじゃないですか、うん、たまに。別にこっちはそういう意図でやってないのになんかこれは動物をいじめてるとかこれは食べ物を無駄にしてるとか、うん、なんかそういう風になっちゃうから、うん、そういう考え方の人がいるのをまあ わからなくはないんだけど、それやっちゃうと、うん、なんか、社会全体がちょっと息苦しくなるっていうか。うん、まあ、多分だから、あの YouTube が結構ブームになりつつ、うん、まあ、もうなってるけど、うん、まあ、それでなんかいろいろそういう、あんまり触れない、うん、あの触り、あの、なくなったことを、再びユーチューブで復活させる。うん、そう。そういう、ね。二曲化ですよね。だ、うん、から、そのなんか、 いいコンテンツなんだけどちょっとこうなんか好き嫌いが激しい感じのものか、うん、もしくはただ過激もうなんか道行く人になんかコーラをかけるみたいなさんかそれはダメでしょっていうのをなんかやってその再生数だけを稼ぎたいみたいな、うん、そういうちょっと子供っぽい人たちがいるのも事実だから、うん、まあなかなか難しいよねっていうので、うん、私は TikTok やら ツイッターやらインスタグラムやらを見るのをやめました <laughs> はいそれはすごくいい選択肢だと思います <laughs> もうなってで最近気づいた最近気づきましたもんお<う>だからそれはおな何で,でしょうあの情報って食べ物とかと同じだって最近気がついたんですよ、はい、満腹できると 食食べべればいいいいっってて。ものじじゃゃななですか、食べ物ってうん。で例えば体に良くない食べ物を食べたら病気になる。あーそういうことですね。はいはい,はい、はい。だから情報ってそのなんか食べ物を食べたいって思って食べ物を食べるじゃないですか。お金お,お腹がすいたと思ってうん。何か食べたいって。うん、でも情報も同じなんですよね。知りたいと思うから。うん 自分で調べて、そのウェブサイトだったり、その動画を見ますっていう話で、自分の欲求を満たすためにその情報を見てるわけだから、はい、結局原理としては同じで、何も考えずに TikTok とかすごく見てると、頭がもういっぱいになってくる。お腹がいっぱいじゃなくて、頭がいっぱいになってくるんですよ。あはい、は,いはいはいはい。で、それで、まあ、お腹がいっぱいになりすぎちゃうと、気持ち悪くなったりとか。うん 体がだるくなったりするのと同じで多分頭がいっぱいになって気持ち悪くなっちゃったりとかすると思うっていうのに最近気がついて、うんはいはい、そうですねやっぱりそうですねまああのすごくわかりますねなんか t w i とかでもうスクロールしすぎたらもう結構すぐ疲れちゃいますよね本当にうん情報がありすぎてさそれを、うん うそういうい時代もね見てるだけだから別にどうってことないよねって思うんだけど、えーうん、実はそうじゃないっていうことに最近気がついて、うん、あののー、やめました見るのそれはあ僕もやめようか <laughs> まあ TikTok は見ないからそれはなんかそれをなると知ってたからあの、うん、みんなみんなの何から本当に友達がみんなそれになんか<う>あのー、もうやみつきになっちゃってるみたいで。うん 僕も習慣になってるんだろうね多分そうまあなんかちょっとだけ<う>あのまあダウンロードはしたんですけど<う>ダウンロードしてちょっとだけスクロールしてて、うん、あのすごくまあズル賢く仕込まれたなっていうなんかこういうアップこのアプリなんかちゃんとなんか、うんあ,ね、あのなんだろう閉じようとしても一、うん、回そのアンドロイドのバックのボタンを押しても あの、なんだろう、2回しないと、もう閉じないみたいな、なんか何かが、なんか、<ー>なんかすごく、あの <laughs> できるけど、ちょっとだけハードルを、あの<ー>無駄に <laughs>、あの高くなったりとか、そのちょっとわ本当にわざと閉じないと、めんどくさくしあのして。 あの。で、ダラダラさせたいってことね。そうそうそう。だからあれ、本当危ないよ、あのアプリに。そう、だからなんか、あ、いや、これだ、あの、バックしたら、うん、次の動画に行くんですよ。えで、それ、もう一回バックしたら、閉じるんですよ。だから、その、一回、<ー>なんか、あ、いや、もう、この動画もう、嫌なんだよね、みたいな。 閉じよう、そのアプリ閉じようとしても次もすぐ再生される,再生されるから<ー>それが面白かったらまあもちろんもう少し見よっかなっていうな、もうなっちゃったから一回あっやっぱこれなんだろうみたいな思ってそう,そうでそうなんか何回もあって気づいちゃってえこれやばくないと思ってあれあれはだからほんとになんか中毒ですよだからほんとにまあ すごい賢い人で作られたなっていう、うん、ちょっと印象だったんですけどそういう本当に人間は分かってなっていうんそう、うん、だから食べすぎちゃう飲みすぎちゃうみたいなの多分同じで<う>見すぎちゃうそ,うそ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 う,そうでその結果考えすぎちゃうからそういろんなその、あのー、動画があってさ、うん、それに対して なんか怒ったり笑ったり悲しくなったり嬉しくなったりしてるからそれでもうた頭ん中がいっぱいになっちゃってそれ以上考えられなくなってるからそれやめて私それコメント欄とかも全部見るのやめてインスタグラムとかスいートとか自分がだからインスタグラムやってるからね何とも言えないんだけどやらないほうがいいやらないほうがいいっていうそ結論がないか 動画を上げた時だけ開いてると思ってそう <laughs>、はい、もうだからなんかやばいなって思ってだからそれをやめてそしたらもうなんか本当に楽ですもん毎日、うんうんね、すごく選んだ自分で選んだものしかもう見ないから、うん、で TikTok 今一応アプリは持ってるんだけど、うん、今だからそのイギリスかな多分 イギリスかアメリカ多分イギリスだと思うんだけどあのイギリスですねこの人、うん、イギリス人のなんか男の子があのカモメ鳥いるじゃないですかカモメ,カモメ白い白い鳥あの<ー>海の近くにいる白い鳥がはい、はい、カモメって言うんですけどそれに餌をやるみたいな自分のその部屋の窓からサーモンとかそれを食べさせて<ー>あのペットにしようみたいな。<laughs> それが何か一日目二日目三日目みたいなのをやってて<う>それはそれだけ見てますね私そこだけ行ってそれだけを見るだけすごいそれは何かいや面白いんですよあそうですか面白いんですよじゃあ後で送ってくださいそれがなんかその <laughs> アパート自分のその家かな自分の家のそのなんか来るんですよカボメ一匹待、うん、ってるんですよ<う>その窓の外でこうやってへえ で、最初はなんかすごく警戒してて、かもめも、なんかそんな別に寄ってこないんですけど、なんかご飯よこせみたいな感じ。最近もなんかすごく慣れちゃって、<ー>なんかお座りみたいなことして、<ー>なんか、あ、これ、なんかそれだけなんかほのぼのするのそれだけ見て、もうすぐやめる。ほう、それちょっとなんか15秒送ってください。それ,それみたいな。そ,<う>それみたい。あれ面白い。それだけですね。他のはだからもう見ないし、コメントももう見ないし、うん、ツイッターとか。いいと思います。いいと思います。 嫌なんですよ、もうなんか、考えるのが。まあ、多分多分、多分そういうなんか、いろいろ TikTok を見て、あのー、うん、多分、自分の、なんだろう、記憶力も下げるかもしれないですね。という、もう、情報を過ぎて。うん、で、多分、僕が、この、うこうべと同じように、忘れるかも、<laughs> また忘れやすくなるかもしれないですね。 そう、だからその分なんかその日頃の情報量を減らした分その減らした分に、うん、あのスペースができるじゃないですかそうですねうんそのスペースで別のことを考えられるようになって最近多分ここ23、うん、週間ぐらいかなでもうだいぶその習慣が変わってきて、うん、楽ですねはあそういう 余裕欲しいですね <laughs> 気づいた、やっと気づけたっていう、うん、そこに。あ、これだって、最近ちょっとなんかイライラしてたりとかしてたのは <laughs>、うん、多分これだって。うそういうなんか人の悩、ね、み。これもやってほしいです。<laughs> そだからさそこが難しいところですよね、はい、私自分ツイッターとかインスタグラムやってるからうん、うん、使わない方がいいよって言っちゃうとさ <laughs> なんかえでも矛盾してないってそれあなたがインスタグラム投稿してるいなんて、まあ、してるんだけどそうですてまあそうですねまあそれもあのフォロワーたちに言ったらあんまりあの <laughs> まあ多分自分のポスト、うん、投稿見ない見ない ようにあのなんか、うん、まあいいんですけどで結構そういう人多いかもしれないですねなんかあのー、もともとそのパトレオンとかやってる人たちもその毎回その一個一個の投稿に対していいねをしているわけではないですしみんなうんそうですねだからで別にその私もそんな期,期待してないしその、うん メンバーだからそれいいねしてねって思ってないし別にうーんだからそれぐらいの感じがいいのかなって思いますよねうん別にそのいいねをしたければすればいいと思うんですけどうんなんかほどほどにねって思いましたね私はだから自分がちょっと病気になりそうな気がしたのでやめられたんですけど、はい、あそうですか やばかっただから一時期だから本当にその普通の時はいいんですけどちょっと自分がその元気がないとかっていう時に、うん、そういうなんか人間のその闇の部分はいはいはい、うん、TikTok ってそういう部分が結構多くて、うん、なんかいいか悪いかみたいな議論ばっかりなのでうん、うん、そうですね だからコメント欄とか見ちゃうんでですよねでコメント欄とか見ちゃってなんかそこにやり取りを見てると「う,ーうわー大変だなこの人たち」って思ってると、うん、なんか自分がちょっと疲れてきちゃって <laughs> さらに疲れてきちゃってこれあかんわそれ朝やってたんですよ。 ティックク最悪最悪最悪そうだからもう一日の始まりがもうダメだっていうことなんだ気づかなかったんだろうな逆に今までよくやったなそれって確かにそれもうまあ今はもう自由でそういうティックトックの鎖から逃げ出して解放ですやっとあの ちゃんと脱獄でできてよかったですねそうもうもだから楽ですよ。うん、っていうなんかそこにいったからなんか新しい自分の中でもうあれくせないけどその自分のその目標次の目標とか、うん、次何がやりたいとかこう自分のことを思って考えられるようになったしああじゃあこれやってみようかなとかあこれもできるかなみたいなこうちょっとずつその空いたスペースにそのいい、うん アアイディアみたいなのがポンポンポンって入ってくるようになったから、はいうん、それはなんかいいよねと思いながら、ね、だからそう出てきたアイディアを紙に書いてね忘れないようにしてやってるんですよ、うんうん、いいんじゃないですかまあみんな多分<ら>ちょっと TikTok はあんまりちょっとそれ見る頻度を軽減したら,らもっと日本語の勉強もできるかもしれないですね YouTube とかね YouTube も結構やばい。まあ僕、YouTube は一番やばいかもしれないですけど、YouTube とあの Twitter がやばいかもしれないです。Facebook は結構やばいし、Facebook は結構最近見ちゃったりするんですけど、<お>まあ、それはそれで。本当になんか、あのー、ご飯とかあの食べ物、飲み物と同じっていう発想、意識をちょっと持った方がいいと思う。うん、そう。これはもう、SNS って、 甘いものですよ、もうデザートなんですよ。中毒、中毒、中毒。みんな多分今、甘党になっちゃって、これも好きで好きでたまらないと思うんですけど、ヘルシーではないから、これはデトックスした方がいいと思います。そう。もうだからね、まさに SNS でデトックスを言ったりはするから、そう、本当に自分を解放して、脱獄して。も ね、私たち2人 2> その you YouTube に動画出してる人が言うのもなんだけどね、まあ、YouTube に動画出してる人たちが言うのもなんだけどだけどもう,うもう僕の動画逃してもいいですよ自分の見ない方がいいですよそれだけそれだけ見て,ってい <laughs>、まあ、あまり、ね、あまり投稿してないから、まあ、それだけ見てその次の、うん あの1ヶ月ちょっとだけログインしてみたら見ていただければそれだけで幸いですかね。はい、そういう感じなんでねだから、うんうん、夢とか目標とかを考える時間に当ててほしいな、うん、と思う,んそ,うね、その時間をそのだらだらと使うんじゃなくてでそこで無意味な感情 を抱くんじゃなくてその怒っ人に対して怒ったりとか残念に思ったりとか、うん、そのなんかひんだり羨んだりするんじゃなくてそういうのをちょっと置いといてで自分何がしたいんだろうなって考えて、うん、それに向かってあじゃあちょっと今日からこれやってみようかなみたいなあこれもできそうだな、うん、これもやってみたいなってそういうなんか自分で何かしたいことに対してできることを考えて始めてほしいなっていうのは。 自分の今の経験から言えること、ね、<laughs> <は>それ忘れないようにね。いはい。うん、それは忘れないようにねっていう話。まあまあ記録されてるから、もう忘れないと思います。もう,もう写真撮っちゃう。もう写真撮っちゃう、それは。写真撮っちゃう。<laughs> 写真撮って忘れるっていうね。夢です。それがだからね、夢の実現につながっていくわけですから、もう夢は夢で終わらないっていう時代がいつか来る。 と思う。